現在、2浪目で浪人シンガーソングライターと名乗ってやっております。略して浪ソンです。よろしくお願いします。いいね。今日お呼ばれしてなんとかなんとか間に合わせたんですか。あの 90s のエモとかインディーロックとか好きなのでちょっとそれをもじって名前にもちょっとエモって入れてみたんですけど、本当はあの英語を読んでいるときに横文字で N&M ってそのまま読んだら何でもって読むんですよね。その読み間違いから生まれました。でも最後の部分ですか。よろしくお願いします。ありがとうございました。ホットライン、あと今日3組でちょっと少ないんですけど楽しんで書いてください。お願いします。N&M です。覚えて書いてください。ありがとうございます。電話も携帯も待ってやって
ませのドームでした。表現ってできるんですね。